とこのローティスリーチキンの骨を捨てないで、鶏ガラスープを作れる。骨が鍋に入る大きさにする。鍋に入れて残りのゼラチンも忘れないでね。玉ねぎ、人参、セロリ、全部鍋に入れて野菜がかぶるくらいのお湯を加える。胡椒、塩、 2,3 時間煮込みアクを取る。骨を取り出す。チキンストックをコシキを通してコンテナに入れる。スープの元になるし、ご飯を炊くときに水の代わりにしてもいい。